91年の12月でロンドンでお客さんがとにかくうわーって盛り上がって、また「ヘイヨーレッツゴー」とかやってて大変だった、すごかった。でもまあロンドンでラモンズ見れて本当にめちゃくちゃ良かったかな。ね、でその後にその後もいろ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 聞きたい。うん、まあアメリカは？アメリカで会ったことはあるの？アメリカは、うん、それは1997年の少年ナイフが、うん、北米ツアーした時に、うん、ニューヨークのライブの時にマーキーが見に来てくれてて、うん、でマーキーがその時私たちその時ツアーバスでツアーしてて、うん、彼もバスに乗り込んできてちょっと喋ったりしてたんだけど、うん、ラモンズの曲あんたらがやったら僕がドラム叩くよって言ってくれたんで、うん、その時のラモンズのお箱が2曲、スジーザーヘッドバン、うん、I Wanna Be Sedated だったけど、その2曲急遽やることにして、うん、で少年ナイフのニューヨークのライブの時にマーキーに出てきてもらって、うん、で今からラモンズのカバーやりますって言ってマーキーがチャッて、だから本物 の、 マーキーのドラムで私たちが2曲ラモンズの曲を演奏したニューヨークでっていう経験があります、うん、ああ、それって YouTube とか残ってないの？大昔だからね。そうか。テクノロジーがあったら、誰かがあったら、やっとってたらいいんだけどね、うん。そうか、ちょっとでも探してみよう。それは97年の少年ナイフの北米ツアーのニューヨーク。ニューヨークの、まあ、ブルックリンだったのか、マンハッタンだったか、ちょっとは覚えてないけどね。うんうんうん、どっかで、ニューヨークシティでやった時で。うんはいうんでそれその後で、うん、1998年の8月に、うん、紙に書いてるんですけど、私もメモしてる今。メモ、そう、うん、これ紙。98年の8月に、少年ナイフの北米ライブツアーの時に、ロサンゼルスに、うん、私たちが滞在してて、うん、でその時にジョイ・ラモンがもうバンド解散したあと、うん、98年、ね、直後ぐらいね、うん、彼がバンド新しいバンド、うん、バンドをプロデュースしようみたいな時期になって、はい、インディペンデンツっていうバンド、はい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 、彼らもなんか、うん、ちょっとな何アメリカとかの棺桶の形のなんかギターケース使ってたような記憶があって、ちょっとホラー的なテイストのあるバンドだったけど、で彼らがうん、ロサンゼルスのトラバドールっていう会場、うんはいはいうん、あそこでライブをするっていうから、うん、見に行ったんですね、うんうん、何やろなんかマネジメントの人のところに連絡があったのか、ちょっとどういういきさつで行くことになったのか忘れたんですけど、で、うん、上位もいてて、で、インディペンデンスのライブのアンコールぐらいの時に、上位も、で、私もその、曲を一緒にセッションすることになって、あ、すごい、飛び入りしたのね。ラモンズの曲を、やったのかな、うん、で、うん、インディペンデンツのメンバーと私がギター弾いて、ジョイが歌を歌うっていう、うん。かっこいい。ラモンズの曲を何曲、うん。すごいよね。すごい経験いっぱい。うん、やっぱさすがだな。お客さんもすごいジョイ出てきてるし、うん、なんか喜んでたなっていうのと。で、その時にちょっと間の時間とかで、
外で上位とどっかに一緒に行ったのか、歩きながら喋る時も、うん、あの横断歩道を一緒に渡ってたんだけど、喋る時、うん、彼めちゃくちゃ背が高くて、うん、こうくの字に曲がってあの喋ってくれたっていう、すごい、めちゃくちゃですよね、上位はね、うんうん、まあみんな、とにかくこんなちっちゃくなって喋、うん、ってくれてたけど、うん、それでなんかご飯食べ行ったとかそんな感じなの？その時はご飯は行ってなかったかな。もうなんかライブでバタバタして忙しかったから、うん、でも、うんうんうん、行ったのか、いや行ってない、なんか外を一緒に歩いていた記憶がすごくあるんだもんね。トラバドールの前のところ、うんうんな、うん、それはちょっと忘れちゃいましたけど、うんうん、なるほどなるほど、すごいな、うん、あとまだある、もう喋っちゃってください。で2002年 の、 あの1月に、うん、マーキー・ラモンがあの、うん、ミスフィッツのドラマーとして大阪に来た時があったんだけど、はいはい、その時も私が歌とギターで飛び入りで参加した。マジ知らなかった、それ自分で日記に書いてたんだけど、さすが記録マン、あんまり記憶が そこまでやった記憶はなかったけど、でもとにかく、うん、あの、ミスフィッツのライブで、うん、多分あのラモンズの曲やったのかな、うんうんうん、でマーキーがドラム叩いて、うん、私がギターで参加して、うん、で楽屋でいろいろおしゃべりしたっていうこと記憶もあるし、うん、まだあるあの2010年あ海外じゃなくて、あ日本の話、うん、2010年2月に CJ が、うん、あの、うん、はいはい、東京の高円寺ハイでライブやった時に少年ナイフをオープニングで出してもらって、はい、そうだね、うん、ライブ終わってからみんなでね、あの、はい、ご飯食べて、でその時にあのどうして髪の毛短くしたのとかいろいろねお話しして、でそれからその時 の、 あの CJ のバンドのバックがあのドラムがブラント・ビヨークさん で、うん、そうそう、で彼はあの有名なミュージシャンっていうの知らなくてさ、ソロでやってるの知らなくて、うん、であのでも見かけがなんかめちゃくちゃ70年代しててかっこいいなと思って、うん、すごいあの注目してて、うん、後から調べたらあのデザートロックみたいなのやって、そうだ、ね、やってるって言って、音楽がまためちゃくちゃ私が好きな音楽やわと思ってファンになったり後からしたりしてと、うんうん、あと何かあったかな、うん、なんか忘れるぐらいいろいろ、いやもう本当すごいすごい、だってジョニー以外とはもうほとんどセッションできてるもんね。そうね、あ、うん、CJ ツアーしたもんね。そうだってその後はその CJ の前座を経て、結局その後2015年にあの少年ナイフ CJ ラモンのこれこの CJSK ツアー US ツアー2015がね決まっちゃうじゃない。それはダブルヘッドライナーで、うん、あの出る順番がまあこう交互にこうね変わって、うん、みたいな感じでやってて、で、うん、その様子とかはあの少年ナイフのオフィシャルホームページのツアーブログで、うん、2015年の CJSK っていうところ、まあうん、そこに詳しく書いてるんだけど、はい、うんうんうん、まあ、とにかく CJ もめっちゃくちゃ優しいし、なんかいい人ね、もう、うん、いい人を絵に描いたみたいな人、ね、CJは、その時とか何回かニューヨークとかで、少年ナイフのライブも見に来てくれたことがあるから、その時に一緒にご飯食べに行ったりもしたことありね、うん、うんうん、あのツアーは同じバンというかバスで移動したの？いや、それぞれ別々で。ああそうなんだ、うん、あそうか、それぞれの車で移動してて、うん、で CJ はその時なんかね、あの画家の人と一緒に回ってて、その人が、うん、あのラモンズの曲に合わせて、うん、あの吐くの絵をメンバーの顔とかそういうのを描いてるっていう人も
一緒にツアーしてた。ああ、面白い。CJ はバックバンドがアクアバッツっていうちょっと、あ、はいはいはい、大好き。そうしたアニメ的な、うん、ちょっとふざけてる人たちだよね。彼らがバックバンドのメンバーで、うん、すごいその人たちもめっちゃ面白い人でね。まあ、質問、あの何、その時は CJ のバックバンドはずっとアクアバッツなの？そうそう、そのツアーの時はずっとアクアバッツのメンバーのうちの3人か、ドラムと、うん、あ、ドラムとギターだけだった2人かね、あれ、うん、あ、とにかくアクアバッツのメンバーがずっと回ってた、初めて知った。そうか、そうなんだ。で、日本に来た時はまた違うバンドのね、うん、メンバーだね、うんうん、なるほど、うん、そうかそうか。なんかあの終わってから一緒にご飯を食べたりとかそういうのもあった、そのツアーの時は。どうしてたかな、なんか結構別々なの？結構もう車がライブが先に終わって次の土地が遠かったら先に出るみたいなことをしてたりしてたから、あんまり一緒にゆっくりご飯食べる時間なかったけど、でも、うん、どっかでは食べたかもしれないし、うん、まあ、あの楽屋とかではずっと一緒にいるから、うん、いろいろ喋ってたり、あとなんかね、CJ はちょっと一緒だったか忘れたけど、あのアクアバッツの人と楽屋で卓球したりとかあとあの楽屋になんかぶら下がる棒があったんで、うん、あ男性どもがみんなあの順番に懸垂自慢みたいなのやっててCJ はやっぱりね、あの軍隊にいたんだったかなんかだから、すごい上手に懸垂してた、なんかアメリカのあのライブハウスってそういう卓球台があったりビリヤード台があったりみたいな、うん、そういう場所も多いじゃない、うんうん、そういうのは割とこうやるんだね実際に。そうだね、まあ私はあのテニス好きだし、そっからちょっとラケットスポーツ好きで、うんうんうん、卓球もすごいしたらやりたい方だから、うんうん、や私はやってた、やってる、よくやってるよ。へで、この、うん、あの一緒にそこにいる台湾の人とかと一緒にやったりとかもするし、へ楽しそう。じゃあちょっとあの話が変わるんだけど、あのラモーズのメンバー3人があの次々と、まあ、2001年から亡くなっちゃうんだけど、その時はどういうふうに思いましたか？いやもうね、寂しいし、若いのになんでこんなに立て続けに、うんうん、病気になったりとかするんかな、うんうん、とにかく寂しかったね、うんうん、ラモンズのイーグルロゴを作ったアートロベガっていう人がいるんだけど、うん、彼とその3人が亡くなっちゃった時に私が話したのが、ツアーやってたらまだなんかこう生き延びてたのかなっていう話をしたことがあるんだけど、うんまあ、もちろんね病気だからだったからそれは違うのかもしれないけど、要するにこう、うん、やめないでうん、ロードにこういるっていうことは意外と大事だったんじゃないかっていうのもちょっと話したことがあるんだけど、そういうのって奈子さんはもうどう思います？仮説だから、仮説だからわからないけど、うん、結構もっと昔のバンド、昔からやってるバンドでもずっと、うん70代とかなってもツアーしてる人いるよね。うん、うん、うん。うん。それからするとちょっと若くでやめすぎてるよね、確かにね。あ、なるほど。うん。うん、どう、なんか多分分かんない、ジョニーとか辞めるっていう時に、どう思ってたのかなって思って、残ね、やっぱりあれだけバンドを仕切ってやってたら、本当はもっと本人はやりたかったのではないかなみたいな気もするし、うんうん、メンバーで
それぞれもうね、もうしんどいからいいわっていう人もいるだろうし、まあ実際ね、CJ はずっとそこからラモンズの曲を継承してやってくれてるわけだけど、そうね。どうかな。まあでもやっぱりツアーばっかりいっぱいやってると疲れちゃってもうやりたくないって思う時もあるかもしれないから、そっからまたもう一回ツアー再結成しましたみたいなのでやってくれたらよかったね、そうだね、もう一回ぐらいはできたと思うよね、直子さんは少年ナイフ、まあ、直子さんがもう本当にオリジナルじゃない、あの時々敦子さんが離れたりっていうこういうそういうこともあるか、あったから で、でももう疲れちゃったとかにはならないの？ね、まあテニスやってるから大丈夫。いや、少年ナイフを聞いて喜んでくれる人がいる限りはやりたい、はい、素晴らしい、 いや本当にそうだよね。でもだってアメリカンツアーなんてもうずっと同じ道走ってるっていうか、まあね、ちゃんとドライバーの人がいるとはいえ、あの移動は結構だってきついでしょ。移動きついね、もうあの、ね、それに何だろうね、食べ物とかがあんまりちゃんと食べられる時間もないからね、まあアメリカはホテルに電子レンジがあるからそこでちょっと軽く、なんか作ったり温めたりはしてるけど、まあヨーロッパツアーになるとなんかね、景色がいろいろお城とかあってそれ見る楽しみっていうのもあるんだけども、まああとそうですね、私はあと40周年のナイフデーパーティー2021ジャパンツアーを6月7月やって、その時に、ゆきさんがそのハートの柄のロールケーキくださったんじゃないか、で、はいはい、ああいうのをもらうといや、もっと頑張り続けようって思った。毎年作るよ、そしたら。でもね、いやいや、本当に、そうか、まあよかった。そういうのをもらったら、すごい逆に勇気づけられて、いや、もうちょっと頑張ろう。いや、もう本当、待って、楽しいからね。まあ、でもほら、無理は言えないじゃない。ファンは勝手に言うからさ、そう、でもまあ楽しんでやってもらいたいなって、だって40周年だよ、すごいよね。い あんまりね、それほど時間が経ってるっていうことを感じない、まあ何もあんま物を深く考えずに感覚ないでずっと言ってるから、ただまあお客さん、ナイフのファンの人とか、聞いてくれる人とか、あとはメンバーをはじめスタッフとか周りで支えてくれる人が、いる限りはやるっていう、それだけで、あとは感覚のみって。なるほど。ちょっと欧米ツアーやってて、日本のツアーもあるんだけど、日本のファンと海外のファンって盛り上がる曲って違うの？いや、だいたい一緒、同じような感じかな。そっかそっかそっか。うん、その今ケーキが来たから嬉しかったって言ってたけど、長い間続けてきてて良かったなって感じる時ってどういう、やっぱステージに立ってる時なの？よかったなって感じる。やっぱりライブでお客さんの前で演奏するときかな。なんか盛り上がっちゃう感じ。自分がこう、うわ、嬉しいみたいな。な感じ。あの、
ちょっと昔の話一つ聞きたいんだけど、オリジナルメンバーの時に、サイドプロジェクトでラモンズをやってたっていう噂を聞いたことがあるんだけど、それは本当なの？まだナイフのだからオリジナルが、を作ってるような時はずっとラモンズをやっていたっていう噂を聞いたことがあるんですけど、これは、もう全然結成当時ぐらい80だから40年前。そう、ああいやそれはなくて、98年のその渋谷のクワトロで一日やった時だけで、それ以外はただ、練習的なカバーとして、その「I Want to Be Sedated」と「スクイーズ・ア・ヘッドバンガー」はやっていたとか、他にもいろいろ70年代後半ぐらいのバンドのコピーみたいなのは練習ではやってたけど、それぐらいで特にラモンズの何々をやるみたいなのは なかった。なるほど。この間、なんだっけな、海外のサイトのやつで、ナオコさんが選ぶ、アルバムベスト10みたいなのあったじゃない、で、必ずジューダスプリストとか入ってるんだけど、ああいうのをカバーしてたの。そのナイフのオリジナル、40年前。40年前は、ハードロックとか嫌いだったっていうか、あ、本当？嫌いじゃないけど、そこまでは聞いてなかったかな。少年ナイフ結成当時は、ラモンズとかバズコックスとか、あとはまあビートルズはずっと最初から好きだったんで、その辺をまあ聞いてて、ディープパープルとか流行ってたけど、ただまあ、流行ってるなっていうそれぐらいだけど、ジュダスとかが好きになったのは、ここ10年かに20年ぐらい、ここ20年ぐらい、あ、ここ20年で長いへえ、あ、そうなんだ、そういう好きになり方もあるんだね。そうだね。で、この頃はもう70年代とか60年代のクラシックロックみたいなのとか、なんだ、パンクとか、へがすごい好きになって、そういうアップルミュージックみたいな、っていうので、検索したり出てきたりするし。なるほどね。少年ナイフはいつまでやりますか？特には決めてないけど、なんかよくいろんなバンドがいつまでやりますとか言って、それでお客さんにいっぱい来てほしいから言って、でずっとやってたりとか、あとは一旦、解散します、解散して活動休止しますとか言って、でまたやったりとか、そういうあんまり計画、なんていうか、そういうちょっと裏で考えてるみたいなことをしたくなくないのではい、はい、ただ淡々と何も考えずに、いつまでやるとかも考えずに、体が続く限り、なんか何にも考えてない限りはやる。大事だね、それ。大事かも。あんまり深くは考えない。考えられないんで、私。OK です。もう一つだけ。いつも少年ナイフの私、ツアーブログ、今日はここですって、あれを読むのが好きなんだけど、いろんなところでいろんなものを食べて、例えばニュージャージー行ったらこの何々を食べなきゃとかってあるじゃない、少年ナイフってお菓子とか食べ物の歌が多いから、私はもうそれをいつもこれはきっと関係あるんだろうなとか思いながら思ってるんだけど、今ツアーに行けてないので、もしまた海外行けた時にあそこのこれが食べたいなっていうのがあったら何か教えてほしいんだけど。
具体的には特にあそことかいうのはないけど、まあ、私は美味しいパンと、それからまあチーズと、ちょっと赤ワインぐらいがあったら一番もうそれで満足するんだけど、スペインに一番最近の1個前ぐらいに行った時に、スペイン行って、スペインのご飯は日本より美味しいなとか思ったことがあって、お米が、全部が全部、タへえ。パスとかパエリアとか、チーズが好きだからかな、とにかくそれまでは日本ほど美味しいとこないって思ってたけど、日本より美味しいとこあったわとか思った印象があって、でも一番最近にスペイン行った時はあんまりそこまでご飯を食べる機会もなかったから、そでは思わなくて、やっぱり日本が一番おいしいなとか思ったけど、あとはね、オーストラリアでパースの近くのフリーマントルっていう、ACDC の、ボーカルの、ボンスコットじゃなくて、ボン・スコットの生まれたところだけど、そこの町に、なんか、ローフードっていう、まあ、熱を加えない、まあ、最終的な野菜とかそんなんばっかりで作っているお店があって、私が行った時からちょっとお店の名前が変わったんで、中身は変わったかもしれないけど、そういうローフードっていうか野菜系のお料理が好きかな。あとはね、ドイツのシュニッツェルも大やっぱいろいろあるじゃん、やっぱり。好き。オーストリアとかのシュニッツェルとか。あと、イギリスので、何回かアフタヌーンティー、いいろんな店に、それが、うわ、美味しい、これは、ね。いちや、そうだよね。ょっと。あとはね、アメリカだったら、フィッシュタコとか、なるほどカね。リフォルニアとか、テキサスとか、そのあたりで、メキシカンが多いところのフィッシュタコが好きかな。あとは、フィリーチーズステーキとか、あと、マッシュルームバーガーとか、割とどっちかいうとなんかお肉というよりマッシュルームとか、そうだね、サイドメニュー的なやつどっね。ちかいうとそういうのが好きかな。そんなにさ、美味しいものをたくさん食べてて、そういうチーズの歌とかは、そういう時に出来上がったりしないの？お菓子の歌が多いじゃない？90年代にアメリカ、ニューヨークで、イタリアン行った時にマッシュルームのでっかいのが出てきたりしたから、それで、まあ、ブラウンマッシュルームスっていう曲なる作って、ほどね。イギリスツアー行った時にトマトジュースばっかり飲んでたからトマトヘッドだとか、まあ、なるほ割ど。とそういうところからどんどんどんどヒんントがあるわけだ。ヒントが出てくる。なるほどね。じゃあ、なおこさん、ちょっとたくさんいろんな貴重な話をありがとうございました。こちまらこた、そ。また第2弾やっちゃうかも。また 聞かせてください。はい、まだいろいろね、ぜひおぜしゃひ。べりしたい。まあ、そうね。こいいれんだは、ろうね。CBGB 出たときに、CBGB にでもらった。よかった。TVGB も出てるのか。そんな話出た。もあるのか。また聞かせてもらおいろう。いろ。ぜひぜひお願いします。またお願いします。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとう。